一緒にいた時の時間をどれだけ自分で大切にできるかっていうのを今僕の中で大切にしてて、ラブラブなところを見せたいとかじゃなくて、本当に心の底からこの一緒にいる時間だけはこの子のものでありたいって思いながら、こうやってギューって自分でやりますね。めっちゃ嫌がられますけど。アンディ、何だってもあんた何してんの、他の人のとこで何してんの、みっともない、いい年して、何の話、あ違うの、今じゃないねんって、何の話、なんか隠してることない、何なんこれ、うん、こないだからずっと聞けんねんけど、コントさんコレコレさんの配信出たやろ、コントさんコレコレさんのやつ出て浮気者どうのこうのって俺に DM いっぱい来てんや、コントン彼女も知ってる、別れたって言ってたし、よくない、そんな、なんなん、何の探りな、関係ないやん自分らに、いや関係なくない、チェンに俺らに、だから何、ちゃなんかそ なんていうの、そのはっきりしようそこ、言ってないことあんねんって、言ってな、今から D さんに聞くから、ほんまにそれは、どうぞどうぞ、聞くからな、うん、じゃあ俺もマジで確認しようね、取ってっつってんの、もうそれ取ってます、うん、なんで連絡取らへんの、何回も連絡してんのにさ、なんで無視する、いや、アンリーの連絡も返してこないし、どういうことなの、マジで、でもリーさんに俺確認して、リーさんの連絡が出たんですよね、今こうおるってことは、いやだから俺もその内容全然知らんかったし、で一旦ほら、はい、よし君から電話して、はいはい、こいつに確認して、そう口説いてたのかっていうのを聞いて、はい、いや、口説いてたとか言うより、まあ、アンリちゃんの方もみたいな感じで話しとったから、もうな、話の話じゃん、お前、連絡取っていいんやったらって言うのに、はい、来てるんだけど、お前、お前が喋るよ、いや、マジで、どういうことなんで、まず連絡返さなかった、うん、ほんまに、だから俺もアンリを詰めるしかないやんな、ああいう風に DM 来たらさ、俺もアンリ詰めるけど、アンリもわけわからん状態になってるわけやん、今、蓋開いたら連絡取れへんしっていうので、だ今度本人の口からちゃんと言ってくれないと、俺らもわからんものかけ回されてるから、あともう一個が、なんで毎回お前のことで俺動かなかった、お前が連絡出て普通にここで3人喋る話しちゃうんよ、正直もう言い方ありで俺責任逃れたんじゃないけど、男女の話やねん今回な、お前ら、お前がやってんのってな、メンバーが何々でとかな、なんでこうやってここまで出張らなあかんぐらいこんな大ごとにすんの、しかもやってること言うし、いや喋って普通にマジで、彼女おるん、どういうことなん、いや喋れやほんまに、だから結構俺ら関わんねんで、仕事今回言うたら俺も動画上げてるけど、自分で上げるのも、お前が連絡出へんからそうなってるわけやし、リーさんの確認しても、リーさんの連絡が出るっていうのは意味が分からへんわけですよ、ほんまに、アンリさんは何で彼女いないって聞いたんですか、そう、彼女はもう別れてるって聞いてて、で後からね聞いたら、なんか彼女まだおるみたいな、でも何も言えへんから、そこおるんやろ、どっちなん、お前別れてへんやっけ、別れたとこ聞いてないでしょ、お前のプライベートでしょ、買ったやけど、お前に付き合ってる付き合ってるなんて聞かんけどよ、えどっちだ実際、別れたというか、というか何やろ、え別れてるん、それ信じていいん、ほんまに、そ別れてへんかったらさ、アンリバリバリもんじゃない、いやほんまにそうなんぞ、お前ほんまに迷惑かかんねん、じゃあこれからいろんな、例えばな、仕事とか依頼とかな、不倫してましたけど、いや浮気か、浮気してましたとかなってたら、どうすんの、お前
金払えんのけ。でも現状今俺ら DM 来てるから、浮気してたんですかって、もうすでにもうアンディ浮気されてるしてるやつになってんねん。しかもそれ知っててみたいになってんぞお前。ヨシもさ、そんな動画上げるからや。いや、こいつが連絡出へんからや、それは。まあ、なんかこれこれさんの配信とかで、俺はアンディも、アンディも普通に聞いたら、ああ、うん、うん、分かれてる聞いたねみたいな感じやったから、正味ラフな話やあんな、うん、でそこに関しては俺はインフルエンサーとしては出したね、あの映像は使えると思ったし、でそこに関してはこいつのその以降連絡出へんから、こういうややこしい話になってるし、ややこしすぎる。てかマジでやってるのエグ。じゃああんな普通に彼女がいて浮気したとかのレベルじゃないね。お前さ、なんやもうアマゾンなんかアメプラかなんかアメーバー TV かなんかにも出てヤフーニュースにまであんななってる人やわ。アイドルアイドルアイドルやろ、地下アイドルかなんかな。どっち味方する思ってんねん世の見た世間。知らんはずないじゃないですかってなんで。でもお前は別れたって言ったよ。言ったよ、ほら言った。別れたって聞いたんですよね、うん、お前が嘘ついてんやんけ。嘘なん、別れてないん。嫌じゃないや。いや、はっきりして、どっちかやん。別れてる別れてないからなんて、この子から自分にアイドルの方に言って別れようって言ったんか、向こうから別れよう言ったんか、どっちかだよ。ちょっとめっちゃ腹立ってきてんじゃん。別れるってのは、じゃあどういう経緯で別れたって決めつけたの。それは自分がもう会ってないから別れたって言ってるのか、それははっきりしてくれって言って、じゃないとアンディも一生悪者 の状態で終わっちゃうから。っていうかちゃうで、ほんまになんかこれこれさんの配信でもめっちゃコメントがなんか来てたとかっていうのも、私のとこにも DM 来てんねやんか。意味が分からんねんな、ほんまに。え、どうなんはよ。いやほんまマジでなんなん、ほんまに。それ今からだよ。やばい、うん、いやいや、ごめんなさい、僕もあのあれ動画上げたのほんま、いや逆な立場だったら上げるでしょ。上げる、これはだってインフルエンサーとして使うんで、てか普通に上げるし、はい、上げてちゃんちゃんかなと思ったら、こんな先回されると思わなかった。あのまま言ってたら叩かれてますよ。だってもうヤフーニュース1位 LINE ニュース1位になった彼女と幸せだってなった後なんで、うん、もうここがヤバくなるんです逆に、うん。だからこのあの動画は出してプラス今日のこの動画を出さないと、その僕は近藤を守る立場にはあるけども、やってることはこいつが悪いから、このままいったらアンリさんはまだ付き合ってるのを知ってて、まあ、デートしてたぐらいの感じだとしても炎上するというか、こいつ出てこないですよ近藤まだ。さあお前逃げんなって。普通にちょっとちょっとって絶対逃げてるわ絶対逃げてる。終わらへんで、そんなことあって。本当本当鍵ない。開けて。開けんぞ。ちょっとまあお前ほんまに何してんの。ちょっと座れ。何しに逃げんねん。逃げてもしゃあないって。ちょ、なんでおったんです。考える時間が欲しい。それもそうです。じゃあ考える時間が欲しい。考える時間が欲しい。とりあえず欲しいのは、別れてるのか別れてないかで教えてくれ。教えて。僕的には別れた。分かりました。僕的にはどういうこと。どっちなの、どっちなの。今もトイレ閉じ込まってさ、なんか出てきたらニヤ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 してたけどさ、何こっちも俺仕事かかってんねや。反省してるわけって。でなんかかき回そうとして遊んでんねやったらやめてくれ。さっきの笑いも意味わからんし、俺は嫌とかじゃないねん。ちょ、もうほんまいい加減して、マジで頼むわ。もうごめん、別れてるんか別れてないのかはっきり喋ってくれ、うん、で騙してたのか騙してないのか、もうそれだけはっきり言って。彼女いませんって騙したんか騙してないのか、それだけの話じゃんよお前。いや、それは騙されたけど、彼女がほんまにおるん、おらんの、どっちなん、それを聞きたいよ、アンリは。
あとお前の中で別れてるっていう意味を教えてくれ。じゃいやマジ黙んなってしゃべるやん。俺らではよな、分かった、いや相手の連絡先教えろ、向こうに直接聞いたろ、カズほら、うん、早お前直接聞いたら早いんや、携帯、携帯貸せて、落ち着きたいです。何をやれ、何を落ち着くもクソもないやん、事実を言ってくれ言うてるだけや、俺らは心の整理つけ、心の整理もクソもあらへんがん、もう先生がつけたよ心の整理、じゃあ早あれやん、カメラ貸せやろ、はよ、ちゃ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 、お前何してんの、お前、おい、おい、痛い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 、ちょっと待って、ちょっと待って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 、逃げんなっつってるやん、そう、もう、ではとりあえず一旦落ち着く、もうこいつはアホやし、もうこんなん結局こうやから、ちょっと一人自分でこいつ反省させるの、ちょっと一旦俺らに説明させるし、一旦ほんまにごめん、いや、ちょ、ちょ、ちょ、お前何してんの、逃げんなよ、一回じゃこれで今回はごめんなさい、もうこの状態だとさ、無理なんで話し、いつもこんな感じなんですか、いつも、じゃ、逃げる必要もないじゃないですか、だって僕らも今手出すわけもないし、そう、ちゃんと聞きたいって言ってるだけやん、俺お前のこと嫌いやから詰めてんちゃうで、何勘違いしてるか知らんけどよ、こっちも言うのよ、詰め上げたらもう今崩れそうになってるから言ってるだけや、何で俺でお前がそこはっきり言ってくれたら話終わんねん、な、いちいち逃げんだよお前から、なあ俺が出張ってんのわざとわざわざおいで、なあお前のために時間潰してこう集まってんのよ、物をざる言った、すみません、すみませんよ、かってねえよ、心の整理しないんですよ、心の整理もこっちも時間かかんねえよ、マジや時間さえ生きてんねえよ、はよ、言ったこと、どうしていいか分からなさすぎる、こっちがどうしていいか言え言うてんそこを分かれてるか分かれてないか今言ったら終わりや話、はよ、一瞬心の整理つけてきます、いや心の整理なんて事実を言えっつってんねん、ほんまにすいません、ちょっと先生お前待って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 、もうほっときましょう、リーズいやもう見捨てますもん、で、あいつにも謝罪の動画出さすし、一回もうここで以上俺がやるとこれ今まず頼むぞから、まず頼みますね、すいません、こんなんもし動画で回ったらもうあんなちっちゃいのいじめてみたいになるんで、いじめてますね、事実じゃないですか、事実なんで、一回あのこんちゃんに動画とかもう一回もうみんなで見えば出せます、喋らすんで、それまで一旦で絶対悪いようにしないから、ちゃんとこんちゃんに謝罪させます、一旦それでいいですか、でそれはほんまにリズムがやってくれる、僕が守ります、ちゃんと絶対悪いようにします、でも実際は分かるとはない、分かれてないです、これは事実です、分かれてないです、分かれたなんて聞いてないです、マジだる、ほんますいません、じゃ一回でももう本人にその分かれてる、ただなんかまあ本人が言いたいこともちょっとわからんのなくて、あの溜まってるんじゃないですか、うん、ちょっとそれはなんか本人に喋らします、それ向こうの人がちょっと悪くなるかもしれないですけど、うん、ちょっと本人もなんか思うとこあるしかったんで、そこは喋らします、うん、今日はほんまさんほんまさんでも一旦こんちゃんちょっとどうせ逃げてるとこ店やと思うんで、はい、一旦集まってもらう、あ、はい、これさらに時間ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、はい、来ていいよ